地域外との人の往来、自宅外での飲食、他人との接触、それ以外の点です。それでは、もう一度読み上げますので、お答えください。うん。感染、重症化した時の医療体制という方は1番、検査体制は2番、ワクチンの接種体制は3番、県外、地域外との人の往来は4番、自宅外での飲食は5番、他人との接触は6番、それ以外の点が心配という方は7番を押してください。7番。一番でしょう、これは。すべての個人に対する経済的支援という方は1番。一番でしょう。GoTo トラベルについて、あなたの考えと最も近い項目をお選びください。選択肢を読み上げますので、そのままお聞きください。はい。感染が収まるのを待って、全国一律で実施すべき、感染者の少ない県の県内に限って実施すべき、やめるべきです。それではもう一度読み上げますのでお答えください。気にせずやれってことだと思う。感染が収まるのを待って全国一律で実施すべきという方は1番、感染者の少ない県と県内に限って実施すべき、強いて言えば2番かな。あれ、 N 国とは。自民党を支持している方は1番、立憲民主党は2番、公明党は3番、共産党は4番、日本維新の会は5番、国民民主党は6番、社民党は7番、令和新選組は8番。最後にあなた様の性別と年齢をお聞かせ願います。うん。いきなりこんなアンケート来ました。まあ一応答えましたけどもね。なんかね、N 国党はなんかアンケート入ってなかったですね。この辺恣意的なものを感じます。あと、菅内閣を支持するかどうかっていうのは、どちらかといえばみたいなのは、やっぱりね、大枠に入れるようなやり方で、ちょっとずるいんじゃないかなって気がしましたね。
ということで、いきなり来たアンケート、いきなり答えてみましたということでございます。皆さんのところには、世論調査、電話来ました？